ラグロワールのエグロワールは西洋発の外洋航行可能な装甲艦である。ラグロワールと呼ばれることもあるが、ラはフランス語の定冠詞に過ぎず、必ずしも用しない。グロワールはフランス海軍が建造し、1858年4月に寄港、気候、1859年11月24日に、浸水、1860年8月に収益した。 装備した、ペクサン砲とライフル砲は、その炸裂砲弾により、非装甲の木造船に対して、極めて効果的であった。設計は、造船技師のアンリ・デュピュイ・ドロームによってなされた。設計自体は三本マストの補機層、木造フリーゲートであった。アルヘシラス級戦列艦に着装を得た設計で、砲を置く艦板は一層だが、原則のほぼすべてが、喫水船まで、 厚さ1 1 9ト、mm、ルの連鉄で覆われていた。グロワールの収益は、既存のすべての戦列艦を陳腐化させ、各国の海軍艦に軍備競争を引き起こした。そして1861年、当時最強の海軍力を持っていたイギリス海軍も、対抗上必然的に、装甲艦 HMS ウォーリアを巡航させた。グロワールは、 船体の木造部分が鉄板箇所に比べ急速に劣化したため、1879年に除石され、1883年に解体された。ありがとうございます。